2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体一般社団法人歴和歌クリエイターズ大阪府。活動テーマは重度障害児者のできるわかるを ICT で可能にするです。2019年より重度障害児のための最新デジタルツールの講習・体験会を開催しています。近年の技術進歩によって視線を使って機器を操作する視線入力装置、個々のわずかな動きを受け取る入力機器など重度障害があってもできる ICT 機器が開発されています。こうした ICT 機器の活用により子どもたちができることが広がり、できると分かることで支援者の関わり方が変化、結果として子どもの力や自己肯定感を育み、意欲や可能性を引き出すことにつながっています。2020年はオンライン講習会となったことで外出が困難な人、遠隔地の人も含め延べ500名が参加しました。